皆さんこんにちは、ゆっくり解説の霊夢です。今回は、マクロスシリーズにおいて、そのタイトルにも冠されている、マクロスこと、マクロス級戦艦について解説していきたいと思います。このチャンネルでは、マクロスに関する動画を上げていくので、もしよろしければチャンネル登録と、高評価をいただけると励みになります。また、これ知りたいなどありましたら、コメント欄にて教えてください。今後の動画作りの参考にさせていただきます。それでは早速解説いきましょう。まずはじめに、マクロス級戦艦といっても、大きく3つに分類されます。1つはマクロス級で、もう1つは新マクロス級です。マクロス級は、初代超時空要塞マクロスに登場した、ある日突然地球に落下した艦艇を修繕改造した艦や、そのコピー艦たちを指します。新マクロス級は、マクロス7、マクロス F に登場するような、人々が生活するアイランド艦とは別に、艦隊の戦闘にドッキングされ、戦闘時は、切り離され戦う、いわゆる、バトル艦を指します。では、それぞれの解説をしていきましょう。マクロス級 SDF 級。1999年7月、地球に異星人の恒星艦宇宙船が飛来します。その艦は地球をほぼ4分の3周し、最終的に南太平洋上の南あたり足前と落着しました。調査の結果、最近まで実戦使用されていた宇宙軍艦であり、所有者は人類の5、6倍の体格を持つ、巨大異星人であることが判明します。これにより、人類は初めて知らない宇宙で、大規模な戦争が行われていることを知ります。人類はいずれ戦火がこの地球に及ぶことに備え、地球を一つの子、かとする統合政府を樹立し、後のマクロスこと、識別名 ASS-1、エイリアンスターシップ1、と呼ばれた落着艦の修復改修を進めました。落下から10年後の2009年、ようやく統合宇宙軍所属艦 SDF-1、スーパーディメンジョンフォートレス1、として完成し、マクロスと命名されました。これが、マクロス級1番艦となります。サイズは全長1200メートルという人類史上最大の戦艦です。しかしながら、元の持ち主である巨人種族から見れば、200メートル級の軍艦という感覚になります。これは、ゼントラーディの標準艦である。中型艦程度でしかありません。また、この艦の墜落により様々な技術が発見されましたが、その中でも特徴的なものに、ワークシステムである、フォールドがあります。マクロス級1番艦では本来のシステムをほとんどそのまま利用していて、そのため稼働理論は解明されたものの、未解明な部分も多く、実戦での初作動時に目標を月の裏側に設定しのにもかかわらず、冥王星付近へフォールドしてしまうという誤作動を招き、肝心のフォールド機関自体も、亜空間へ消滅してしまうというトラブルが発生します。兵装については、何よりも、特徴的な主砲がまず挙げられます。マクロスの主砲艦全部の強大な対の方針艦より発射される、強大出力のビーム兵器です。その射程距離は、地球から月軌道上のゼントラーディ戦艦を撃破できるほどのです。マクロスのメイン兵装で、ことあるごとにこの主砲が問題を解決してくれました。また、主砲のみならず、両肩部にはレールガン4門など、各所に副砲が搭載されています。が、大半は進む中式典用の飾りに過ぎず、式典終了後に衛星軌道上で偽装が行われる予定でした。そのため、フォールド直後には、副砲の代わりをデストロイド部隊が務めました。マクロスは、戦うだけの武器のみならず、自分を守る盾も装備しています。その代表例がピンポイントバリアで、フォールドシステム消失によって偶然生じたエネルギーを利用した、直径10メートル程度の局所的バリアとなります。3人の女性オペレーターがトラックボールを操作し、着弾点に移動させることで防御するという驚異的な運用方法です。また、このピンポイントバリアの応用例として、全方位バリアが挙げられます。これは艦全体を覆う巨大円球形のバリアで、敵の攻撃をほぼ完全に無力化できますが、安定させることが難しく、オンタリオ自治区上空戦においては、暴走、爆発しました。これさえなければ柿崎が死亡するという悲劇が起こらなかったと思うと、非常に残念ですね。また、ある種のピンポイントバリアの応用として、ダイダロスアタックが挙げられます。これはマクロス右舷にドッキングされた、
超大型強襲揚陸艦ダイダロスの艦首に、デストロイド部隊を配置した後、艦首にピンポイントバリアを集中し、先端をバリアで防護しつつ、そのまま敵艦に突入させ、敵艦内部でデストロイド部隊が一斉射して、敵艦を内部から破壊するというなんともダイナミックな技です。そのダイナミックさゆえに、演出としての派手さもあり、後世の続編にも、マクロスアタック、空いているアタックなど、伝説的に受け継がれる技となっています。ここまでが、宇宙から落っこちてきたマクロスのお話となりますが、その優秀さゆえに、複数の同型艦が製造されました。それがマクロス級のコピー艦である SDFS 級です。第一次世界大戦終了後、このような惨劇があった場合、人類の死としての根本が失われることを危惧した政府は、銀河の各方面に人類と文化を分散させる計画を立てました。この時、超長距離移民船団の予定航路調査や安全確保を目的として、12隻の初代マクロスの同型艦が量産され、地球を出航しています。それが、SDFN 級です。1番艦のジェネラル早瀬を筆頭に、12隻が建造され、4番艦ジェネラルブルーの J グローバルは第117時代規模調査船団の機関として運用されていましたが、マクロス F にて惑星ガリア4の辺境で残骸として発見されます。またマクロス30銀河をつなぐ歌声、8番艦ジェネラルブリタイ、クリダニクが登場し、惑星ウロボロスへの移民を行い、同惑星の首都ブリタイ、地球を築いたとされています。ちなみに12番艦であるセカンドルテナント、柿崎は、残念ながら現在はその存在を確認されていません。後のアニメで登場することを期待しています。これらのマクロス級を経て、様々な問題の解決と、さらなる発展を求めて開発されたのが、新マクロス級です。新マクロス級は、落ちてた異星人の戦艦、SDF-1 マクロスをベースに設計建造された、SDFN 級、メガロード級と異なり、当初から宇宙移民艦として設計されました。新マクロス級では居住と戦闘の機能が分割され、シティ艦やアイランド艦と呼ばれる、都市型移民居住艦の全部に、バトル級可変ステルス攻撃宇宙空母がドッキングする方式となりました。それでは、新マクロス級こと、バトル級可変ステルス攻撃宇宙空母の解説をしていきます。バトル級可変ステルス攻撃宇宙空母は、超長距離移民船団護衛艦隊の総機関総司令部であり、全長1500メートルを超える超大型攻撃宇宙空母です。名称は各移民船団名にちなみ、バトルと通称で呼ばれ、マクロス7ではビッグ M、マクロス F ではバトルフロンティア、などと呼ばれています。基本的な構造はどのバトル級も同じですが、年代が後ろになっていくごとに大型化の傾向していて、各移民船団によって細かいデザインの違いが見受けられます。監視下部に最大火力の武器である、マクロスキャノンに変形する、ガンシップがドッキングしています。ガンシップはトランスフォーメーションの際は一度分離し、強行型の剣部、または右手に握られ、主砲として壮絶な火力を発揮します。発射モードによっては、連射も可能となっており、状況によって使い分けを行うことが可能です。また、バトル級が保持しなくとも、ガンシップ単独でも分離後の発砲も可能ですが、その際の威力は低下し連射は不可能となっています。マクロスフロンティア戦団の機関である、バトルフロンティアは、変形前の攻撃空母型のまま主砲が発射可能で、開放式のため広域砲撃も可能となっています。また、ゲーム、マクロス VFX2 に登場するバトル13、劇場版マクロスデルタ絶対ライブに登場する、バトルアストレアのように、指揮官を伴わない、戦闘用に改造されたバトル級も存在します。これらの艦艇のバトルが他の艦艇と同様の、投資番号なのかは不明です。これまでに確認されたバトル艦は、マクロス7において、バトル7が、マクロス F において、バトルフロンティアと、バトルララクシーが、また、プレイステーション用ゲーム、マクロス VFX2 では、主人公がリンディランスルートを選んだ場合、地球史上主義派ラクテンスの切り札として、バトル13が登場します。本艦はアクティブステルス技術の進化により、従来の直線的デザインからやや複雑な形状に変化しています。ここでは新マクロス級25番艦、バトルフロンティアを例にとって説明していきます。
正式には、バトル級25番艦ですが、船団自体がフロンティア船団と呼ばれていることも相まって、バトルフロンティアなどと呼ばれています。あまり知られてはいませんが、艦隊は1隻の超大型空母ではなく、6隻の戦闘艦が組み合わさる構造であり、胴体となる式空母1隻、両腕部となる空母2隻、両脚部となる突撃戦艦2隻、そして主砲になる重砲撃艦1隻、で構成されています。それぞれは、分離しての作戦行動も可能で、小説版でクォーターが披露した、脚部の艦艇だけ切り離して航行し、逃げているように見せかけ、側面から空母軍と砲撃艦で強襲するといった戦術も可能となっています。また、従来艦と同様に、トランスフォーメーション機能を持ちますが、空母形態のままでも、主砲マクロスキャノンを撃つことが可能となっています。テレビ版ではバジュラ戦役が集結して以降も残っており、バジュラ本船に降り立った姿が描かれていますが、さよならの翼ではギャラクシー戦団幹部に乗っ取られ、その後バジュラクイーンと融合し、クイーンフロンティアとなり、最終的にどこかへとフォールドしてしまいます。現在では新旧マクロス級が、主にマクロスとして扱われていますが、それら以外にもマクロスの名を冠されている、機体たちがあるのでご紹介します。マクロスクォーター級。マクロスクォーター級は、民間軍事会社である SMS の機関を務める、可変ステルス攻撃宇宙空母です。名前にあるクォーターの通り、その全長は新マクロス級であるバトルフロンティアに比べ、4分の1の400メートルほどとなっており、初代マクロス級の腕部である、アームド級宇宙空母並みのサイズしかありません。しかし、時代の進歩とその小型さゆえに、大出力の反応炉エンジンと、主砲であるバスターキャノンによって、通常艦艇よりも高い機動力と火力を持ち、新マクロス級よりも、状況によっては有利に運用することが可能となっています。こちらも、新マクロス級同様に複数隻構造となっていて、艦隊は中核となるセンターハル、左舷の空母アームド L、右舷のガンシップアームド R、後方部左右の移動砲台艦バスター LR のそれぞれがドッキングした5隻で構成されています。従来のマクロス艦同様に、要塞艦型から強硬型へのトランスフォーメーション機構があり、右舷がガトリング式バスターキャノン、左舷の飛行空母甲板はシールドとして機能します。マクロス2サード級。マクロス2サード級は、ケイオスラグナシブの拠点の戦艦となっています。その名前の通り、艦の全長は、第一世代型マクロス級の1200メートルの3分の2のサイズである、800メートル級サイズで、強硬型の際の両腕が空母型になっている以外は、クォーター級に近い形状となっています。平時は強硬型の姿でバレッタ式に駐留していて、宇宙空間へ進出する際には要塞艦へトランスフォーメーションし、作戦行動を行います。従来のマクロス級、クォーター級と同様に、両腕は個別の宇宙空母として分離単独行動が可能となっています。今までの、マクロスには登場しなかったサイズの艦艇ですが、映画マクロスデルタには、同型艦が複数登場しています。惑星ウィンダミアへの接触時期から、相当昔にどこかの惑星を出発しているはずですが、今までにそれらの記述はなく、今後のストーリー内で、いろいろ語られるのを待つばかりです。というわけで、初代マクロスから、コピー艦のマクロス級、次世代の新マクロス級、クォーターや、2サード級の解説をこれにて終了したいと思います。これ知りたいなどありましたら、コメント欄にてぜひ教えてください。それではご視聴ありがとうございました。